こんにちは、服飾探求家の小夜中です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はアメリカはウィスコンシン州でメイドイン USA を続けているモカシンシューズメーカーラッセルモカシンです。アメリカンカジュアルが好きな方でも好き嫌いが意外とはっきりしているのがこのラッセルモカシン。自分の周りにもすごく好きな人は何足も集め、嫌いな人は見るのも嫌だってぐらいな方を知っています。今回は好きな人も嫌いな人も意外と知らないマニアックなお話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。ラッセルモカシンは1898年ウィスコンシン州で創業します。ウィスコンシン州がどこにあるかというとこちらです。五大湖脇に位置しておりまして、左隣にはミネソタ州はレッドウィング、真下のイリノイ州にはシェルコードバンで有名なフォーウィンがあります。ウィスコンシン州は先住民であるオジブワ族の赤い石の地を意味するミスクワシニンがフランス語風になまった言葉が元になっているとされています。上に向かえば英語、フランス語圏のカナダ、そしてモカシン縫いの靴を履いていたと言われ、毛皮などを白人との交易に使っているインディアン部族、豊富な水源と、靴を作るにはちょうど良い環境があったわけです。122年経った現在においてもハンドラスティング、ハンドカット、モカシン部分はハンドソーンをしております。ラッセルモカシンの形がどこかユーモラスというかパターンが歪んでいるのはそういった手仕事によるところが大きいです。こちらの靴も、実際ですね、かなり曲がっております。こことかも結構歪んでたりするんですね。一般的な靴の規格だったら B 品として弾かれそうですが、そういうことではないんですね。ちゃんと履けるのであれば問題ない、そういう靴なんですね。でも、これで10万円超えてくると、結構なりますよね。ここ歪んどるやん、なんで10万もすんのみたいなところがあるんですけど、あります。10万円の靴っていうのは選択肢としていろいろあるので、そういったところがおおらかに受け止められる人にいい靴かなというふうに思います。さて、ラッセルモカシンで有名なのはトリプルバンプと言われる作りです。手間暇半端ないので本国オンラインでもオプション扱いで、ダブルバンプ仕様が選択できるようになっております。とにかく作業量が多くて、非効率だしできる人も限られ、トリプルバンプはレアモデルと言っていいのかなと思います。もちろんこちらもトリプルバンプと言われている仕様になっております。こちらの靴の詳細なんですけども、1960年代に作られた、もともとは丈の長いブーツのものでした。なんですけども、普段履きにはちょっとブーツって履きづらかったので、ここをチョップオフして着火ブーツぐらいの丈の長さにカスタマイズしました。です、その際タグもですね、一応ここに移設をしている感じですね。はい、ラッセルモカシンの良さなんですけども、やっぱり履き心地の良さ、軽やかさです。ボールジョイントの部分もブーツなんですけどすごく屈折も良くてですね、このアッパーの柔らかいオイルドレザーと相まって、スニーカーのようにというと言い過ぎかもしれませんが、ローテックスニーカーよりは履き心地は良いと思います。もともとはアウトドアで何キロも歩く人向けに作られているだけに、歩きを意識した作りであると言えます。先ほどからトリプルバンプとかダブルバンプだとか言っておりますが、そもそもトリプルバンプって何ぞやっていうお話があるかと思いますので、ちょっと今回はそのラッセルモカシンのモカの部分ですね、この縫い方を日本人ならではの折り紙を使って解説しようと思います。それではどうぞ。
はい、ということで折り紙を使ったモカシンの断面図使いいかがだったでしょうか。ダブルバンプ、トリプルバンプの内側の革については分かりやすいようにちょっと縫い目をとんがらせましたけども、実際はもう少しフラットになっております。でも、実際のアッパーの表面を見るとこのように一本筋が取ったような見え方になります。ラッセルモカシンでこれはどういったモデルなんだろうかと思ったら、ここに筋があるかないかを確認すると良いと思います。もともとは水をはじくオイルドレザーを重ねることで防水を高めた仕様のトリプルバンプ、次回はではどれくらい水をはじくのか実験したいと思います。そちらもお楽しみに。いかがだったでしょうか。食わず嫌いな方が少しでも好きになっていただけたら幸いです。良かったと思ったら高評価をお願いいたします。服飾探求家、小夜中でした。それではまた、バイバイ。